日本、鹿児島県薩摩仙台市、稽道院長下手稽道院長下手は、鹿児島県薩摩仙台市の大技。旧薩摩国伊佐郡大村里ベタ村、南伊佐郡大村大技ベタ、薩摩群稽道院長大技ベタ。郵便番号は895-1501。人口は1065人、世帯数は467世帯。薩摩仙台市の東部、川内川。 死竜武器川の中流域に位置している。2004年の市町村合併以前は、稽道院町役場が所在していたため、旧稽道院町の中心地となっており、現在も稽道院地域の中心地となっている。四方を山に囲まれており、盆地上の地形を形成している。阿生市の北方は、薩摩町、広瀬、田原、南方は、稽道院町井ム田、西方は、 薩摩町、久富目東方は、稽道院頂上図に接している。浅生駅の中央を、鹿児島県道51号宮野城かじ線が、南北に通っており、稽道院市街地の南方から西方に向けて、鹿児島県道333号、川内稽道院線が分岐しており、中央部では東方に向けて、鹿児島県道391号下手、山田調査線が分岐している。 市街地の北方で、鹿児島県道406号宮之城県道院線が分岐し、県道51号が進路を北東に変える。中央部には、薩摩仙台市役所県道院支所、薩摩仙台市立県道院中学校、薩摩仙台市立大校小学校、薩摩仙台市立県道院幼稚園が所在している。下手という地名は、江戸木より見え。 薩摩国伊佐郡大村里のうちであった。江戸初期には、上津村と共に、大村とされている資料もあり、天保道庁では、大村となっている。村高は、急校給料では1922国余りであった。大村城下に大村里の地頭刈屋が置かれ、その周囲には、麓が形成されており、麓の西部にある街道沿いには、野町が形成されていた。 1889年に町村制が施行されたのに伴い、大村里の区域より大村が成立し、江戸期の下田村は大村の大技、下田となった。1955年には大村、黒木村、イム村が新設合併市下道院長となった。2004年に下道院長が川内市、東郷町、入木町、日脇町、里村、上古木村、 下古式村、鹿島村とともに新設合併し、薩摩仙台市の大技、稽動院長下手となった。以下の表は、国勢調査による、小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。薩摩仙台市立家動院、中学校薩摩仙台市立大校、小学校家動院郵便局市立小中学校の学区は、以下の通りである。 県道51号宮野城火事記船。ありがとうございます。